皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうか。で今日はね、日付2022年の8月の19日になっています。ちょっと前にね、日本に一時帰国しますというビデオが出たんですけれども、8月の11日かの深夜便で日本に帰って、で8月の17日の、便で香港に帰ってきました。なので今日が隔離の2日目ですね。まあ、今ね、香港と隔離が3日ホテル、4日自宅ということで、もともと1週間ホテルでの強制隔離だったんですけれども、それがちょっと緩和された状態なんですね。ただ、アライバルでこう到着して、その日、チェックインしたその日っていうのがデイゼロなんですね。0日目。なのでカウント的には、昨日が1日目、そして今日が2日目ということで、さっきコンコンってノックされて、PCR 検査を受けたので、それが陰性であればもう明日のお昼には出れるんですよ。で僕ですね、明日の11時59分、夜の11時59分まで隔離なのかなと思ってたんですけれども、もう PCR が陰性であれば明日のお昼の12時には出れるそうなので、今ね時間がちょうど12時ぐらいなので、もうあと24時間で、はい、ここから出れることになりそうです。まあ、ということで今回の隔離ホテルのルームツアーをこれからしたいなと思います。またね、日本の空港の詳細とか香港の空港の詳細とか、そういったところはまた違うビデオを作りたいなと思うんですけど、まあ、せっかくこの隔離ホテルにいるので、この状況を皆さんに今日はルームツアーしてお伝えしたいなと思います。まあ、初めに言っときますけど、結構ねパンチ効いててやばいです、今回のホテル。正直ね、ちょっとね、しんどいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、あと24時間出れるんで、ちょっと頑張りたいなと思います。では、早速、ルームツアーしたいと思います。はい、それでは早速、回っていきたいと思います。これが入り口のところで、はい、こんな感じになっています。今回の部屋狭いんですよね。はい、これだけですね。まあ、ちょっともうね、いろいろ荷物とかアンパックしちゃったので、僕のものもあって汚いんですけど、このドアのすぐ右手部分がトイレと、あとはシャワールーム。今回はバスタブがなしです。まあ前回のホテルがいかに恵まれてたのかっていうのがわかりますね。で、これ見てください。3-in-1。見たことあります？こんなの。シャンプーとコンディショナーとバスジェル全部ワンセットの 3-in-1 って、こんなの僕見たことないです。まあ、ちょっと怖くてね、頭には使ってないです。体だけ洗って、頭はもうとりあえずなんか怖いんで、お湯でもうシャワーしてます。でドライヤーがあって、トイレットペーパー。ここになんかトイレットペーパーって書いてあるんですけど、よくわかんないです。これ何も取れないし。まあなんせね、このホテルほんと汚いです。見てください、これ。こんな風にトイレ掃除するやつ置いてます。もうね、ホコリとかがほんとすごいんですよ。これ見てください。わかるかな？あ、見える見える。ほら、もうこんな髪の毛あったりとか、もう気持ち悪くてしょうがない。もちろんこれ僕の髪の毛じゃないですからね、もう入った時からこの長い髪の毛とか落ちてました。もうね、ほんとね、ホコリだらけなんですよ。でこれ空気清浄機みたいなの、まあ、前回も置いてあったんですけど、まあ、これもね、ホコリだらけですかね。見えますかね、これもホコリだらけです。でこっち行って、はい、こんな風に電話と、あとはゴミ箱と、この奥見たら見えるかな、めちゃくちゃ汚いんですよ。でも全然掃除してないと思う。こことかも、わかります？もうすっごいですよ、ホコリ。めちゃくちゃもう溜まってるんですよ。ちょっと僕の手が乾燥してて申し訳ないんですけど。もうこの鏡も汚いし、まあ、ベッドね、片方使ってないのでもう荷物置き場にしちゃってます。まあこの景色だけはいいですね。僕こういうコンテナとか見るの大好きなんで、すごい香港らしい、映像だなと思います。めちゃくちゃでかいんですよ。わかりますかね？ここに今トラック走ってると思うんですけど、このトラックが、
もうほんと10トントラックとかなんですね、おそらく。それよりも数倍もでかいこのコンテナたちがこんだけ並んでるんで、ほら車がこんなちっちゃいんですよ。その車よりも全然大きい何倍もあるコンテナがこんだけ並んでるんで、かなりね圧巻の、はい、風景だなと思います。テレビも、はい、わかるかな、すごい汚いんですよね。まあ使わないからいいですけど、はい、こんな風に水は置いてあります。もう半分ぐらい飲んだかな、このね倍の量ぐらいは置いてありました。ほらこの髪の毛置いた、髪の毛ついちゃってたりとか、まあちょっとこの粉はね、あのすいません、僕がアミノ酸 EAA 飲んだ粉なんです。でここにあのクローゼットではないんですけども、なんか食器が多分本来は入ってるところだと思うんですけど、開けても何も入ってなくて、はい、こんな風にゴミかよっていう感じで、あの多分これ紅茶とかですね、はい、入ってます。ちょっとなんか手捨てたくないので飲みません。で紙コップがあって、トイレットペーパーで、もうねほんとこんなスリッパ初めて履いたかもしんない。まあ今も履いてるんですけど、昨日履いたやつはマジで数時間で壊れました。もうペラッペラなんですよ。よくこんなの作れたなと思うぐらい。で、まあ、ゴミ袋があって、予備の歯ブラシかな。で、ケトルがあって、で、こっち開けても何も入ってなくて、まあ、なんかフリッジって書いてあるんで、もともと冷蔵庫の中入ったのかなと思いますけど、多分、新しいの買ってこれ入んなかったんでしょうね。で、はい。取っ手の割れたカップが1個、ついております。こんな感じですね。結構、あ、まあ、クローゼットはクローゼットなのか。一応かけられますね。まあ、ハンガー変なの2個しかないけど。で、冷房はね、これ、東芝のやつなんですけど、今回空調に関してはすごく快適です。特に問題もなく、香港のエアコンって結構うるさいこととかあるんですけど、そんなこともなく、はい。このエアコンは快適ですね。ただめちゃくちゃ部屋は乾燥するなとは思っています。はい、ルームツアーはこんな感じですね。まあね、今回ご飯もほんと美味しくなくて、まあ映してないんですけど、まだね、実は一食も食べれてないんですよ。まあ今回ね、前回の反省を生かしてちょっと、カップラーメンとか、パンだけじゃなくて、前回はそれしか用意してなくてちょっと大変だったので、こういうプロテイン系固形物、焼き鳥だったりとか、こういう、缶詰も用意しました。まあもしこれでも足りなかったら、Uber Eats とか、なんかデリバリー頼もうかなとは思ってます。まあこれはオレンジはホテルからもらったものなんですけど、まあ食べないですね。はい。ということで、今回のお部屋はこんな感じです。あとね、最初に電気がつかなくて困って、で、電気を調べるために、この裏の電気がつかなかったんですよ、最初。なので、それを調べるために、この奥に入ったんですけど、見てください。こん中とかもめちゃくちゃ汚いんですよ。もう、ほこりまみれ。最悪ですよね。それで、ここのボタン押したら、なんか、つくようになったんで。もう全然掃除してない。もう嫌ですよね。はい、こんな感じになっております。ということで、今回はこんな部屋に隔離で入っています。皆さん、いかがでしょうか僕としてはかなりしんどくて、もうね、ほこりがとりあえず嫌で、そんなね、くしゃみとか出てないんですけど、もう一回やっぱ目で見ちゃうともう嫌じゃないですか。で、前回のホテルが、まあ、後で概要欄にも貼っとこうと思うんですけども、前回泊まったホテルはジェンホテルっていうホテルで、シャングリラ系なんですけども、900ドルだったんですよ。一泊、900ドル。で、今回が、それよりも高いんですよね。まあ、前回のね、ルームツアーとかもやってるんで、一番最後の終了画面に、つけとこうかなと思うんですけども、前回のホテルがどれだけ良かったかっていうのが、もうすごくよくわかります。前回はね、バスタブもあったし、やっぱこんなホコリとかなくて綺麗だったし、もっとね、食器だったりとかもちゃんとしてて、コーヒーカップもあったし、全然ね、本当に一週間快適に過ごせたんですよ。ここで一週間はちょっときついですね。
まあ、まだね3日間だから頑張れるなとは思うんですけども、はい。ちなみにこのホテルはランバーガーデンホテルかな、これもあの概要欄の方に貼っておきます。絶対におすすめできないホテルです。なので、まあ、今回ね結構ラストミニッツで帰国が決まって、もう隔離ホテル取れないともうね入国できないから、初めにやっぱり予約するものであって、もうチョイスがねなかったので、もうこれ以上になるともう1泊1500ドルとか2000ドルとかになってしまうので、まあもうチョイスがなかったからしょうがないんですけども、もしチョイスがあるのであればこのホテルは絶対に僕はおすすめできません。はい、ということで、まあ、またね明日もうチェックアウトおそらくできると思うんですけども、その後4日間自宅で隔離するんですね。まあ、その時に時間があると思うので、今回の日本滞在のこととか、香港に帰ってきた時のこととか、そういった詳細もビデオにあげたいなと思います。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。 See you next time. Bye.